重要だけど緊急度が低いものって、はい、なんかほったらかしにしてしまう傾向がある気がするんです。はい、の今回のお話で僕が一番言いたいことはこの重要だけど緊急じゃないことの重要性なんですよ。はい、ここをみんなおろそかにするんですよ。はい、これなんでかっていうと、はい、その日に結果が出ないからなんですよ。うん、でも会社の成長とかこれはお勤めの方でもそうですけど、うん、自分のキャリアの成長にとって、うん、あのどこで差がつくのかっていうとあの。 重要度は高いけど緊急度が低いっていう、重要だけど緊急度が低いっていう、ここの勝負なんです、人生って、人生もそうだし、仕事も全部そうなんですよ、ここのところをどれだけ意識するかなんですで。